どうも、阿部慎吾です。よろしくお願いいたします。早速ですが、ニュースをお伝えします。40度近くまで上がる恐れも、海の日も熱中症に要警戒。16日は40度近くまで上がる恐れがあります。熱中症に厳重な警戒が必要です。15日は西日本や東日本を中心に35度以上の猛暑日が続出しました。京都の福知山と岐阜の江の前川では今年の全国最高気温を更新しています。16日の海の日はさらに暑くなる見込みで、岐阜の立見や江の川などで39度、太陽を超えるような猛烈な暑さとなりそうです。また西日本豪雨の最中も今年一番の暑さになるところが多くなります。特に復旧作業中は熱中症にかかるリスクがより高まるため、十分な注意が必要です。ところで、被災地へ活動される皆様、くれぐれともお気をつけてなさるようにお願いいたします。それでは、ここまでは現日本国内閣総理大臣安倍晋三がお伝えしました。ありがとうございました。失礼いたします。